思議なやつやな。それもう少し後にするとして、2ページの一番下、2ページの一番下、2人はジャックあたりともう一人の人、アメリカのことやり方に対して批判している人、2人はイギリス、フランスの選挙で市場重視勢力が、市場経済と言っている連中が相次いで敗れてしまった。矛盾是正を求める有権者たちの警告だったと受け止めたんです。つまり矛盾が起きていると彼らは言っているんです。で、あたりはそれを無視して、そういう民衆の声を無視して、市場経済やグローバル化、つまりグローバルスタンダードの成果を勝ち誇るだけでは、アメリカのユダヤ人たちを、お前たちは、これ二つ、それを無視して市場経済やグローバル化の成果を勝ち誇るアメリカのユダヤ人たちを、そのままだったらやがて次、西側同盟は内部から崩壊するぞと言ってるわけですわ。これ哲学です。お前ら一面だけ誇ってるんじゃないですか。やがて西側同盟は内部から破壊するぞという意味は、フランスもドイツもそんなバカなことに同情しません。横で橋本それ聞いてたんですよ。分かったかどうか知りません。ちょっと偉そうなこと言いますが、皆さんもデンバーのサミット注目したと思いますよ。そしてあなたは日経新聞読んだはずですよ。だけど意味わからなかったはずです。何のこっちゃこれ。何の矛盾や。分かれへん。フランスとドイツ怒っとんねんな。なんで怒ってんねん。分かれへん。しかしもう分かっていただいたと思いますが、哲学なんです。もう一つですね、上川さん、左の方の上川三段目、このコール、さっきはフランスばかりですから、ドイツのコールも言ってるんです。三段目、ドイツは市場だけではなく、市場経済だけではなく、社会の一体感を重視する市場社会経済の構築を果たしますと言ったんです。そしてアメリカ流を拒否すると。どういうことや。あのね、さっき言ったでしょ、市場経済、これはもう最高やとアメリカのクリントンは人形のようになって自画自賛したんです。市場経済で、日本の金融の偉い人たちもそうやそうやって言うんですが、この間にコールは社会を入れる。それが、すいません、もう一遍上から3段目、コールドイツ首相も、ドイツは市場だけでなく社会の一体感を重視する、次、市場社会経済の構築を目指します、その意味なんです。皮肉なんです。あんた方市場経済、市場経済ばっかり言ってるが、私たちはその辺社会を入れます。どういう意味やったら、市場は、さっき言った、貧富の差が生じます。それだったら国家は滅びます。西側はダメになります。だから国家がしなくちゃならない問題があるんです。例えば貧しい人の生活を支えてあげるとか、社会保障をしてあげるとか、そういう社会の一体感が大事なんです。だから私たちは市場も作りますけども、国家や社会が一体であるということも国家としてやりますと、こう言ってるわけです。だからドイツという国は大事なんですと、民衆のために。フランスという国は大事なんです、民衆のために、こう言ってるわけです。ふじゃあそこでジャックあたりとは誰やと、こういうことをフランスやドイツの政治家に言わしめるあたりとは一体誰やって話になっています。実はジャックあたりというのはスバラディのユダヤ人なんです。スバラディのユダヤ人、本当のユダヤ人なんです。血統的に1492年、もう皆さん何回でもお話しした、スペインでカトリックの王様たちができた時に、ユダヤ教徒のユダヤ人、血統的に本当のユダヤ人がスペインから追い出されたんです。ある人は、俺はいつまでもユダヤ教でありたいと言ってスペインから出て行った人たち、その子孫がジャックアタリなんです。ある人は、いや俺はもう取引所形だけでもカトリックになりますと言った人がマラノ、つまり隠れユダヤ人になったんです。で、これアタリの先祖はほんまにユダヤ教で行きますと言って、スペインがあったら次はこっちアフリカや、ここはジブラルカタル海峡を渡ってどこ行ったのかというと、アルジェリア行ったんです。アルジェリア、モロッコ、アルジェリア、そして以後アルジェリアで本当のユダヤ人としてアラブの中で生きることなんです。お分かりのようにアルジェリアっていうのはフランスの植民地ですから、だからジャックあたり若い時にスバラリのユダヤ人ですがフランスを渡ったわけです。それでこんなこと言う必要があるかどうか知りませんが、最優秀のフランスの大学出たんです。ものすごい知恵者です。そしてあのフランス復活、あのヨーロッパ復興銀行というのを作られたときに彼は総裁になりました。今辞めました。今乗り下ってるんです。だけどそのジャックアタリが何を言うかということがフランスでみんな注目しています。これがスバラディなんです。
そこで皆さんこちらを見たら、サンヘドリンのユダヤ人、アシュケナージのユダヤ人、スバラディとアシュケナージはちゃう。アシュケナージのユダヤ人というのはここに書いてありますように、ユダヤ教徒カザール人なんです。もともとはカザール人なんです。ユダヤ人じゃないです。その人たちがユダヤ教に改宗してユダヤ人と称するようになったんです。これがアシュケナージのユダヤ人。どこにおりますか？ほとんどはアメリカです。だからさっきロバート・ルービンと言いました。